ピアトラ・ネアムツは、ルーマニア、モルダビア地方の都市、ネアムツ県の県と、ピアトラとはルーマニア語で岩を意味し、これまでの歴史で地名の一部となってきた。別の呼び方として、ピアトラ、ルイ・クラチウン、中世には、トゥルグ・ピアトラ、または、単に、ピアトラとされた。後に、同名の他県の町と区別するため、ドイツを意味する、ネイオムッツを付け加え、 ピアトラネオムッツとなった。地図ピアトラネアムツは、ビストリザカワタニにあり、周囲を山で囲まれている。ピエトリチカ山、コズラ山、チェルネグラ山、ブトカドアムネー山、クルロマン山があり、これらの平均標高は345メートルである。ピアトラネアムツは、首都ブカレストの北350キロメートルにある。最寄りの空港は、バカウ国際空港で、 市の南6 0トルにある。市は、鉄道で、ブカレストとヤシと、つながり、国道、DN15 によって、バカウ、ヤシ、スチャバ、トゥルグムレシュとつながっている。市内にはイタリア総領事館がある。市のランドマーク、シュテファン港の塔ピアトラネアムズ周辺は、ルーマニア国内で古くから人が定住していた。現在の市の場所にある最古の人類の文明の、痕跡は、 およそ新石器時代に遡る。くくてに文明がおよそ千年間栄え、多くの定住地がネアムツ県内に作られていた。発掘作業によって、同期時代の加工品が出土された。考古学者たちは、新石器時代から青同期時代に遡る、出土品も発掘してきた。思考外の発掘で、広大な、ダキア人都市ペトロダバの遺跡が明らかになった。 この都市は、ギリシャ人地理学者プトレマイオスが記載していたものである。全体の地域は、紀元前1世紀から紀元1世紀の間のものである。ブトカドアムネーにある要塞で目立つものには、オラシチエ山脈のガキア人の要塞群と、同一視される、似た神殿が含まれる。地元の指導者の存在では、歴史家たちは、ペトロダバを政治中心地とした。 リコメス王国の検証を推測する傾向にある。モルダビア、ワラキアとムヒヒの要塞複合建造物は、ダキアオブレビスタ時代、その後のデケバルス王に、政治、軍事療法の中心であった証拠であるとする。市場の町として15世紀に、初めて歴史に登場した時、町は、ピアトラ、ルイ・クラチウン、またはカメナと呼ばれていた。 最初の都市型定住地は14世紀のモルダビア港、ペトル一世時代に現れ、ピアトラの他にロマン、ネアムーツがあった。ネアムーツ要塞は1395年2月2日に遡る証拠がある。当時はカルパチア山脈東のモルダビア港国の強化時代に当たる。モルダビア港の宮廷が置かれたピアトラネアムーツは1491年4月10日の 記録に初めて現れた。シュテファン三世時代の1468年から1475年に、出来、公の大聖堂は1497年から1498年に、かけ、建てられた。市の工場には、化学肥料工場、パルプ工場、食品加工工場がある。他に、農業機械、薬品、製紙の、各工場がある。 市の主要工業団地は 11km 南のサビネシュティにある。共産主義政権時代、サビネシュティには国内有数の科学工場と研究所があった。ありがとうございます。